甲子園球場には大観衆が詰めかけています。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は富山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。接戦の中、ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば逆転、そのままスタンドに入りました。逆転のツーランホームランです。スワローズ、タイガース、ここで試合をひっくり返す一発を浴びてしまいました。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。そしてベンチではチームメートに迎えられ、いつものこのパフォーマンス、喜びを分かち合います。タイガース痛い敗戦となってしまいました。最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。いい試合ではありましたけれど、もう一息でした。今日はしっかり切り替えて次のゲームに臨んでもらいたいと思います。勝ったヤクルトスワローズ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、残念ながら